ピーコンヒルはアメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市内にある地区。同市のダウンタウンの西、ボストンコモンとボストンパブリックガーデンの北に隣接しており、ジョージア様式の家並みが連なる富裕層の住宅地である。面積は約2.6キロ平方メートル。地区内には約1万人が居住している。通りの幅は狭く、レンガ時期の歩道が備えられ、 夜になると、ガス灯が灯る。地区の西側には、チャールズ川が流れている。地区の名は、かつて丘の頂上で公海上の目印として、かがり火が焚かれていたことに由来している。住宅開発のため、この丘と近隣の二つの丘は切り開かれ、標高を下げられた。丘を切り開いた土は、麓を流れるチャールズ川の埋め立てに用いられた。埋め立て地は後に、バックベイ地区となった。 現在は丘の頂上にマサチューセッツ州会議児童が建っている。そのことからビリコンヒルは地元メディアが州政府を指す言葉としてもよく用いられる。最初に丘全部を所有していたのはボストン最初の入植者の一人、ウィリアム・ブラックストーンであった。ブラックストーンは次第に新京都たちに土地を売却していった。 19世紀中は、ボストンコモンに面した丘の南斜面が高級であると、されていた。一方、北斜面は、ブラックビーコンヒルと呼ばれ、黒人が多く住む地区であった。やがて奴隷制度廃止運動の中で、丘の両側で見られていた。こうした、人種別の住み分けはなくなっていった。ビーコンヒルは、南北戦争前の奴隷解放運動の中心地の、一つであった。 1950年代に入ると、ボストンの都市再開発が進み、ビーコンヒルの東に隣接するスカレースクエア地区や北に隣接するウェストエンド地区が栄えていった。ありがとうございます。